あ、セシルね。あら、ロイド。あ、市長さんからここにいるって聞いてさ。その、お邪魔だったかな。大丈夫よ、しずくちゃん。今話してたお兄さんたちよ。クロスベル警察に勤めている正義のおまわりさんなの。正義のって、さすがにそれは過大評価だと思いますけど。お仕事お疲れ様です。私はしずくマクレインって言います。ありがとう。って、あれ、マクレインって、どこかで聞いたような。ひょっとしたら面識があるかもしれないわね。しずくちゃんのお父さんはアリオスさんっていうんだけど。え？風の原生。あのおっさん、娘がいたのかよ。皆さんはお父さんのお知り合いなんですか？いや知り合いというか、前に危ないところを助けてもらったんだけど。そうだったんですか。うちのお父さん不愛想だから、お気を悪くされませんでした？そんな、とんでもない。こんなすごい人がいるんだなって、身が引き締まったっていうか。厳しいけど思いやりがあって、頼りになりそうな方だったわ。素敵なお父様ね。ありがとうございます。しずくちゃんはお父さん子だものね。そのくせ、お父さんが訪ねても遠慮してあんまり甘えないし、お父さん大好きとか言って抱きついちゃえばいいのに。セシルさんたら。あのすご腕のおっさんが娘に甘えられてる構図か。少し想像しにくいですね。そういえば例の件なんだけど、実はここにいるしずくちゃんが気づいたことがあるらしくって。気づいたこと？そのリットンさんが襲われた晩のことなんですけど、私眠れなかったから展示の本を読んでいて、その時悲鳴みたいなのが聞こえてきたんです。本当かい？それでどうしたの？その気になったので、そこの窓を開けて耳を澄ませたんですけど、それ以上悲鳴は聞こえなくて、代わりにハッハッハッって息遣いみたいな音が聞こえて、しばらくしたらタンタンって何か跳ねるような音が聞こえて、それで終わりです。そっか。そのことは警備隊の人には？
その、私ずっと夢でも見たのかと思ってて、さっきセシルさんから話を聞いて初めてそのことだって気づいて、ごめんなさい、もっと早くに言ってれば。いや、いいんだよ。ありがとう、教えてくれて。しかし、屋上での調査を完全に裏付ける証言ですね。ああ、最初の悲鳴ってのが、あの研修医が気絶した時。そして、狼型魔獣の息遣いと、あの木箱やらに飛び乗って逃げていった時の音みたいだな。それと…その、私の空耳かもしれないですけど。いいよ、気になったことは何でも言ってみて。あ、はい。その、さっき話した音が聞こえてる最中なんですけど、何かキーンってかすれた音が聞こえたような気がしたんです。キーンとかすれた音。特定の魔獣が発する独自の鳴き声かなんかか。その音は普段は聞こえないのね。はい、あの晩だけだと思います。そのやっぱり私の空耳の可能性もあるかも。いや、貴重な証言ありがとう。セシルね、いろいろと分かったことがあるから一通り報告させてもらうよ。うん、分かったわ。それじゃあ、しずくちゃん、また夕食の時に来るわね。はい、お仕事頑張ってください。ロイドさんたちも調査頑張ってくださいね。うん、ありがとう。また遊びに来るわね。セシルね、その彼女は？うん、数年前の事故で目の光をね。でも全く回復の見込みがないわけじゃないの。少しずつ回復治療を受けながら療養生活をしているのよ。そうだったのか。大変ですね。とてもけなげな子でね。お父さんが忙しい人だからめったに会えずに寂しいでしょうに、わざと明るく振る舞って。あなたたちもよかったら今後とも仲良くしてあげてね。なあ、喜んで。そうですね、とってもいい子みたいですし。ですね。俺の素敵トークであの子を笑顔にしてやりますよ。ありがとう。さてと、何か分かったんでしょ？改めて聞かせてもらえるかしら。なるほど。
ここから魔獣が入り込んだのね。魔獣がなぜ入り込んだか、そこまでは分かっていないけど、何らかの対応策は取った方がいいとは思う。そうね、急ごしらえにはなってしまうと思うけど、魔獣よけのフェンスくらいなら増設できるかもしれないわ。ああ、それだけでもかなり違いがあるっすよ。それなりの強度で可動式のものが必要ですが、この病院にそんな設備が？ええ、確か野外治療用の設備でそういったものがあったはずよ。事務長さんに相談して設置してしまいましょう。お疲れ様でした。これでみんなも安心できるわ。本当にあなたたちのおかげね。いや、そんな。でも実際大したことはしていないよ。本当に魔獣が入り込んだか証明したっていうだけだからね。ううん、それがなかったらきちんとした対策も取れずにそのままだったところだもの。あなたたちだったらいずれアリオスさんにも負けないくらいいい仕事ができると思うわ。お姉ちゃんが保証してあげる。セシールね。ありがとうございます。とても励みになります。頑張ります。ロイド、お互い休みが取れたら改めてゆっくり会いましょう。お墓参りも一緒に行きたいしね。うん、そうだね。あとはそうね、エリーちゃんとティオちゃんのどちらかと付き合うことになったらぜひ報告してちょうだいね。目いっぱいお祝いしちゃうから。いや、だからどうしてそんな話になるのさ。なんだったらランリー君とでもいいけれど、その時は連絡してね。そういったジャンルを読んでバッチリ鍛えておくから。どんなジャンルだよ。いや、セシルさんが喜んでくれるなら俺の方は構わないっすよ。いや、構おうよ。それじゃあ私はここで失礼しちゃおうかな。みんな気をつけて帰ってね。うん。お世話になりました。暖かくって包容力があって頼りがいもあってとっても素敵な人ね。そう言ってもらえると嬉しいよ。実の姉さん以上に世話になってきた人だからさ。それでロイドさん、セシルさんとは実際にはどういうご関係なんですか？え？そうね、ちょっとだけ気になるわね。あなたいつにも増して弟くんって雰囲気だったし。なんだそりゃ。ロイド、てめえ
あんな素敵なお姉さんとベタベタ甘々な関係ってか？羨ましい！体を交換してください！できないから。バカなこと言ってないで、そろそろクロスベル市に戻ろう。もう夕方だし、帰ったら今日の分の調書をちゃんとまとめておかないと。ごまかしましたね。ええ、それも露骨に。己ロイド、俺のドストライクな人。そこ、ひそひそ話をしない。さてと、バスが来るのを待つとするか。時刻表によると次は15分後くらいだな。しかし随分と便利だよな。夜の11時まで運行してるみたいじゃないか。運賃の方もお手頃ですし、市の運営とのことですが、採算は取れてるんでしょうか。まあ、それだけ市の方でも病院を重要視しているみたいね。財政的には余裕があるし、市民の要望も高いみたいだから。なるほど。ま、気軽に病院に行けるのはやっぱりありがたいかもしれないな。綺麗な夕暮れね。はい、なんだか目に痛いくらいです。はあ、しかし動力車ってのは随分と楽ちんだよな。うちでも専用の車が使えりゃよかったんだが。ま、無理だろうな。他の捜査課では車が使われているみたいだけど。確か捜査一課では捜査員一人一人に専用車が用意されているはずです。そうなのか。それはさすがに優遇しすぎだと思うけど。やれやれ、こういう時に日陰者は辛いね。まあ、ないものねだりをしたって仕方ないし。それに街道を歩くのだって結構な鍛錬にはなると思うぞ。不本意ですが、そうかもしれませんね。でもさすがに今日はこれ以上の調査はしませんよね。ああ、残りは北の鉱山町だ。さっきも言ったように、今日は帰ったら調書をまとめて明日改めて訪ねてみよう。はあ、了解です。さすがに疲れたものね、今日は。
でもセシルさん、よかったな。よし、今度は合コンにかこつけて個人的にお近づきよ。ランディは元気だな。ちょっと待ってよ。しばらく旅に出るって、そんないきなり。一体どこに行くつもりなのさ。レミゲリア広告だ。なあに、しばらくといっても2ヶ月くらいで済むだろう。場合によっちゃ半月足らずで帰ってくるかもしれんしな。それは分かったけど、兄ちゃん一応は警察の捜査官なんだろ。そんな長い間旅行なんかしてもいいのかよ。お、なんだなんだ。お兄様が留守にするのがそんな寂しいのか。もうロイドキュンったら寂しがり屋さんなんだから。2ヶ月と言わずに2年くらい旅行してれば。僕そのくらい一人で平気だし。嘘調子に乗りました。実はな、これには深い訳があるんだよ。トップシークレットってやつだ。うさんくさいな。ちなみに聞くけど、どんなシークレットなのさ。おう、よくぞ聞いてくれた。実はな、とびっきり可愛い女の子をエスコートしながらの旅なんだ。その子と一緒にウルワシの北国レミフェリアへ逃避行っていうわけだ。どうだどうだ、羨ましかろう。まあ、冗談はこれくらいにして、俺がいない間お前の夕食はお隣さんにお願いしといたからな。朝昼くらいは自分で何とかしろよ。いや、食事くらい自分でなんとかできるけど。じゃなくて、可愛い女の子って一体どういうつもりだよ。そんなことセシル姉に知られたらどうするつもりさ。
なんでそこにセシルの名前が出てくるんだ？なんでって、なあもう。セシルネーム、なんだってこんな鈍感なバカ兄貴を。ああ、っていうか、セシルにはもうとっくに話してるんだが。な、なんか妙な誤解があるみたいだな。旅って言っても一応警察の出張の仕事だぞ。それにその子はまだ災難だからな。夢か。懐かしいな。あれはいつ頃だったっけ。確か俺が12、いや13くらいだったか。そういえば確かその後で。はい、ロイドです。おう、起きてたか。調書ってのはもうまとまってるのか。あ、はい、昨日の調査に関しては一通りまとまっている状態です。結構だ。とっとと支度をして全員で課長室まで来い。お前たちに客人だ。失礼します。そうや副司令。やっぱ予想通りか。おはよう。お疲れ様です。おはようございます。やはりお客様というのは副司令だったんですね。ああ、ちょうどさっきこっちを訪ねてきたんだ。お前たちの調査について聞いておきたいらしい。それは構いませんが、ずいぶん急な話ですね。まだ鉱山町方面の調査が終わっていませんが。悪いわね、急かすつもりではなかったんだけど。こちらの状況が少し変わってしまったのよ。状況が変わった？実は昨日までうちの方で鉱山町方面の警備巡回を行っていたんだけど、今朝をもって完全に引き上げることになったのよ。警備を引き上げるって。確か鉱山町に魔獣が現れたのは3日前のことですよね。ええ、こちらとしてもせめて1週間くらいは警備を続けたかったんだけど、
警備隊司令からのお達しでね。これ以上無駄なことをするなって。無駄なことって。ちっ、あの腰巾着親父か。ランディ、知ってるのか。俺がベルガード門に詰めてた時、何度かお目にかかってるからな。一応警備隊のトップだが、帝国派議員のお偉いさんと深いつながりがあるらしくてな。ろくに仕事もしないで接待ばかりやってたみたいだぜ。噂には聞いていたけど、やっぱりそんな人だったのね。ですが、魔獣の被害を放っておくというのはさすがに問題があるのでは。ええ、その通りよ。局地的な魔獣の被害なら最悪遊撃士協会に任せるのもありだったけれど、今回は被害の範囲が広すぎる。警備隊としてもこれ以上は看過できるわけがないわ。問題は3週間にわたって魔獣の正体が突き止められなかったこと、そして広範囲とはいえ実際の被害状況がそれほど深刻ではなかったこと。それを理由に司令閣下からストップがかかったんです。そうだったのか。あ、そういえば紹介してなかったわね。彼女はノエル総長。まだ若いけど戦闘能力、運転技術ともに優れていてね。私の護衛やサポートをしてもらっているわ。ノエルシーカーです。改めてよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あれ、シーカーってひょっとして警察本部の受付をしているフランさんの。ええ、姉になります。いつも妹がお世話になっているみたいですね。こちらこそ妹さんには世話になりっぱなしですよ。しかし、なるほど、君がノエル総長だったのか。聞いてるぜ、タングラムモンの女性隊員で期待のホープがいるってな。自分の方もランディ先輩の名は伺ってます。いろいろな伝説をお持ちのようで、一度お会いしたいと思ってました。そいつは光栄だね。いろいろな伝説？やはり女性関係ですか。そうそう、俺がいかに同僚の女性隊員にモテまくって男どもから羨望の眼差しをだな。まあ、社交辞令はそのくらいにするとして、現状は伝えた通り、ちょっとまずい状況なのよ。打開できる要素があるとしたら
あなたたちの調査結果くらい。正直、藁にもすがる思いで様子を確かめに来たってわけ。なるほど。では、調書の提出と合わせて一通り説明させていただきます。なるほどな。どうだソーニャ、うちの小僧どもの手際は。期待以上ね。新郎の言い伝えに病院屋上に現れたルート、どうかしら、ノエル。正直驚きました。やはり本職の捜査官は目の付けどころが違いますね。目の付けどころというより発想法の違いでしょうね。うん、決めたわ。あなたたちには引き続き高山町方面の調査をお願いします。この調子だと思いもよらぬ新事実が見えてくるかもしれない。ええ、こちらはそのつもりでしたけど。例の司令殿の命令を無視することにならないですか？あなたたちへの要請まで取り下げろとは言われなかったもの。魔獣の手がかりが判明次第、すぐに行動に移れるようにする。それなら問題ないでしょ。なるほどね。さすがにやり手でいらっしゃいますね。それにどうも魔獣たちに我々の動きを感づかれているらしいんです。大舞台で捜索するよりも少人数で行動した方が相手も隙を見せるかもしれない。それを期待したいところですね。なるほど、わかりました。とにかくこれから高山町に足を運ぶつもりです。ええ、お願いするわね。何か分かったらタングラム門の副司令部に連絡してちょうだい。それじゃセルゲ、例の話はまた後日にでも。ああ、了解した。あんまり無理すんじゃねえぞ。そちらこそ。ノエル、失礼しましょう。忙しそうだな。そうね、早朝に高山町から撤収したばかりみたいだし。ま、無能な上司に振り回されてるみたいだからな。それでいて共和国方面への警戒もおろそかにできねえ。
相変わらず貧乏くじを引いてるぜ。なるほど。そういえば課長と副司令ってお知り合いだったんですか？何気に名前で呼び合ってましたけど。そういや、俺をここに推薦してくれたのも副司令だったんだよな。一体どういう関係なんすか？昔なじみってやつだ。それよりもお前ら、昨日は大変だったらしいな。今日は鉱山町に行くみてえだが、また歩いて行くつもりかよ。いや、昨日はその、いろいろと偶然が重なって。さすがに今日はバスで行こうと思っていますけど。なんだ、そうなのか。てっきり遊撃士あたりを見習ってんのかと思ったぜ。遊撃士を見習う？どういうことっすか？連中の習慣らしいが、まず手始めに自分の足だけで周辺地域を一通り回ってみるらしい。スタミナもつくし、魔獣との実戦経験も積めるし、何より土地勘が得られる。一石三鳥って理屈らしいな。自分の足だけで周辺地域を。なるほど、連中そんなことをしてんのか。もしかして昨日会ったエステルさんたちも。早速徒歩で一通り回るつもりだったのかもしれないわね。その二人だが、どうやら大した経歴らしいぜ。なんでも去年起きたリベールの異変を解決するのにかなりの貢献をしたって話だ。リベールの異変って？あの、王国中の動力が動かなくなったっていう。おいおい、マジかよ。それが本当なら相当な実力者なのもうなずけますね。ま、このクロスベルジャー、お前たちより新米ではあるんだ。あっという間に追い抜かれて引き離されちまわないよう、せいぜい気張っておくんだな。今回の件も長引かせたら間違いなくギルドが出張るだろう。わかりました。解決に導けるよう努力します。それじゃあみんな、鉱山町の方に行くとしよう。町の北口にあるバス停から出ているはずだ。切らした備品があれば町で補充した方がいいわね。念のため端末の方もチェックしておきましょう。
ま、ぼちぼち行くとするかね。